さんこんにちは、小坂奈緒です。本日は猫坂さんのモテ服企画をやりたいと思います。モテたい猫になってこれからモテ服をいっぱいいっぱい研究したいと思います。猫坂さんの動画は楽しんでいただけてますか？実はですね、なんとセブンティーン10月号では小坂バージョンの表紙があるんです。初めてのソロ表紙ということで、最初に聞いた時はえって大きい声で言っちゃいました。本当にびっくりして、全然違うなって思いました。でも今なんだろう、ちょっと特別感があるというか、なんですごくいい経験をさせていただきました。今高校3年生でラスト JK なので、こうして制服で表紙を取っていただけたのは私自身としてもすごく嬉しかったです。本当に本当に楽しかったです。すごく緊張して、もう大丈夫かな大丈夫かなって思ってたんですけど、私にとってすごく思い出に残る表紙になったと思います。なので皆さんにもぜひぜひ見てほしいです。いやあ、猫坂さんの猫仕草クイズ、いやあこれから私が猫の仕草をするので、それを何を意味しているのか皆さん考えてみてください。第1問、それでは正解発表だにゃーん。第1問はこれでしたよね。これは